新聞、ラジオが、現地のスウェーデン語読みに近い、エドベリーとなっているが、テニス専門医師、テレビは、英語読みの、エドバーグとなっている。端正な容姿から、グラスの貴公子と呼ばれた。エドベリーは、ビョルンボルグやマッツ・ビランデルのような、グラウンドストロークを武器に、トップに躍り出る選手を多く輩出してきた、スウェーデンにおいては、異例のサーブボレーで世界の頂点に立った。 エドベリーは ATP ツアーでシングルス41勝、ダブルス18勝を挙げ、シングルスダブルスとも世界1位になった数少ない選手の一人に数えられる。特に片手打ちバックハンドを得意とした。身長 188cm、体重 77kg、右利き。エドベリーは1983年度の4、大大会男子 ジュニアシングルス部門をすべて制し、ジュニア選手として初めて年間グランドスラムを達成した。この記録を残したのは2012年現在、男女ジュニア含めてエドベリーただ一人である。同年にプロ転校。18歳の時に1984年ロサンゼルス五輪の公開競技で優勝を果たした。これはテニスが、 オリンピック種目に復活する前に21歳以下の選手を対象として行われたものである。1985年の全豪オープンで同じスウェーデンのマッツ・ビランデルを決勝で破り、4大大会初優勝を達成。1987年の全豪オープン決勝では、地元オーストラリアのパッドキャッシュを破り、大会に連覇を果たす。 1988年のウィンブルドンにて、決勝で、ボリス・ベッカーを破って初優勝を達成。この決勝戦は、試合途中の降雨のため、大会最終日の日曜日に終わらず、翌日の月曜日までもつれる異例の展開だった。この年は、同国のマッツ・ビランデルが、ウィンブルドン以外の4大大会3冠を獲得した、ため、事実ウェス・ウェーデン勢が、 男子の四大大会シングルスタイトルを独占したことになる。エドベリーとベッカーの二人は1988年から1990年の3年連続でウィンブルドン決勝を戦った。1989年はベッカーが勝利を収めている。1988年のソウル五輪からテニスはオリンピック競技として正式に復活する。エドベリーは ソウル五輪にも出場したが、男子シングルスでは準決勝で、スウェーデンキラーと呼ばれた、ミロスラフ・メチージュに敗れ、アンダース・ヤリードと組んだ男子ダブルスでも準決勝で敗退した。このソウル五輪では、準決勝敗退選手に名による、銅メダル決定戦は行わず、両方に銅メダルが授与された。エドベリーは、全米オープンでも、 1991年と1992年に大会2連覇を達成している。最後の4大大会優勝となった1992年、全米オープン決勝では、後に4大大会優勝の男子歴代1位、記録保持者となったピート3プラスに解消した。3プラスは4大大会決勝で14勝4敗の、高勝率を残したが、数少ない準優勝の一つが、 エドベリ戦の敗北だった。エドベリは、全豪オープンウィンブルドン、全米オープンの男子シングルスに二度ずつ優勝を飾った。全仏オープンの未優勝できず、1989年の大会で、当時17歳のマイケルちゃんに敗れた、準優勝が、自己最高成績である。またエドベリは、ダブルスの分野でも、1987年に、 同じスウェーデンのアンダース・ヤリードと組んで、全豪オープン、全米オープンの男子ダブルス年間2冠を獲得した。現役最後の年となった1996年には、全豪オープン男子ダブルスで、ペトル・コルダと組んで9年ぶり2度目の優勝を挙げた。これで、エドベリの4大大会優勝は、男子シングルス6勝、男子ダブルス3勝となった。 エドベリは1996年に30歳で現役を引退し、2004年7月11日に国際テニス殿堂入りを果たした。エドベリはそのフェアプレイぶりでも有名で、1988年、1989年、1990年、1992年、1995年の5回に、渡り ATP のスポーツマンシップ賞を受賞している。 そのエドベリの功績を称え、ATP のスポーツマンシップ賞が、1996年に、ステファニ・エドバーグ・スポーツマンシップ・アワードと名付けられた。また2008年からは、アウトバック・チャンピオンズ・シリーズ、ブラック・ロック・マスターズ・テニス等のシニアツアーへの参戦を開始、世界各地で往年の名選手たちと試合を行い、ファンを沸かせている。 そして2014年から2015年まで、ロジャー・フェデラーのコーチを務めた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z。 イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル。NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。外国選手の名前は、一般的には共同通信者が、現地読みで統一することになっているが、それについては専門誌が早い段階で、 エドバーグと報じていた後に、新聞がエドベリと報じるようになったため、通信社の記者がエドベリの元を訪れて質問したところ、エドベリはエドバーグと呼んでほしいと話していたという。この大会は、会場の移転に伴って、1985年12月1987年1月と、開催時期の変更があった。したがって、 1986年全豪オープンは開催せずとなっているため、エドベリは大会に連覇を成し遂げた。スウェーデンオリンピック委員会公認のスポーツ飲料。日本では3社の共同発売。ありがとうございます。